お父さんの作る野菜はどうしてこんなに美味しそうなの？それは愛情たっぷり注いでるからだよ。農薬？農薬って体に悪いんじゃん。お父さん僕に隠れて悪いことしてるの？違うよ、それは誤解だよ。君みたいに農薬は危険、無農薬は安全というふうに言う人がいるけど、それはちょっと勉強不足かな。そうなの？農薬は農家さんの野菜作りを助けるための大事なアイテム。例えば僕たち野菜が病気にならないようにしたり、害虫から守ったりしてくれるんだよ。へー。もし農薬がなかったら僕たちが大量に病気にかかってしまったり、大規模な害虫被害に遭ってしまうかも。へー、知らなかった。そしたらお父さんの1年間の苦労が水の泡になっちゃうし、お金も1円も入ってこないよ。当然君のお小遣いもなしだろうね。それは大変だ。だから農家さんが安心して使えるように、消費者の皆さんに安心して僕たちを食べてもらえるように、とっても厳しいたくさんの試験を行ってるんだよ。試験？農薬は法律に基づいた様々な試験で、人の体や自然環境への安全面で合格しないとお店で売ることができないんだ。わあ、こんなに？合格するの大変だね。安全安心を守るために妥協はできないからね。じゃあお父さんの農薬は安全なんだね。もちろん。農薬は僕たち美味しい野菜を作るための縁の下の力持ちだからね。みんなの味方だよ。いつも美味しい野菜ありがとう。これもらうね。おう。でもこのまま食べたら表面に農薬がついてるから、しっかり洗った方がいいよね。それは誤解だよ。もっと農薬のこと教えてあげるね。